一作目っていうのは出るっていうのはまぐれあたりもあるので、まあ、出たらラッキーっていう風ですけど、二作目はもう仕事になってしまうので、そうですね、仕事なんですよね、はい、そうするとやっぱりプレッシャーって半端じゃないですよね。ですね、ましてやですね、このよく二作目が一作目 の、 何十倍と 1.5 倍とか面白くないと、もうその次の3作目はないみたいなプレッシャーをいろんなやっぱ作家さんから聞いてるので、こう、いやじゃあ、いやもう本当にこう、なんていうんですかね、もういろんなものを集中しないと、もうとても乗り越えられないみたいな感じでした。はい、2作目がね、1作目よりもこう、面白くなきゃいけないっていうのはね、大丈夫、大丈夫。ずっと続くから。はい。あこうだんだんそのプレッシャーはね、慣れだから。ああですね、でこうやっぱ勝手がわからなかったので、こう本当に俺の書くのは面白いんだろうか、これは受けるんだろうかみたいな余計なことをやっぱ考えちゃうんですよね。他の人と売れてる人と比べて見てしまうので、うん、それ辛いよね。悩みながら書くとちょっと文章が変になってしまったりとかですね、これはやっぱりこう難しいなと思いましたね。やっぱりこう人と比べるとこう自分壊れるので、はい、ねえ